トークがアップしたんだよね。うんちありましたよ、皆さん。ありました。だから、はい、S ですね。で、なんか左半分が S で、ちょっと形が S ですよね。はい、で、半分がちょっと形がない。はい、まあ、ちょっと下痢っぽいかなと。昨日と一緒ぐらいです、あれ。あ、そうですか。うん、だからちょっと固まってきたかなと思うんですけど、うん、完全に固まりきってないですね、うん、あ、それと今日検便しましたわ。あ、はい、いませんでした。あ、それからちょっとそこの毛ちょっとちょうだい。これは昨日やったんだけど、はい、昨日のうんちにやっぱり毛はこんなに混じった。だから本当はね、うんち緩くなかったら、はい、毛をうんちに出しやすくする薬をあげたいんですよ。はい、だけどうんち緩い子にそれあげるともっと緩くなっちゃうんで、はい、だからそれはやってないんだけど、でももうだってだいぶ経つのにまだこんだけ毛が出て、ここにでは洗ったりしてあとブラッシングしたりしてもう浮いてる毛はほとんどないとは思うんですけどね、相当お腹の中とか胃腸の中に毛が詰まってるだと思います。まあでも体重はね、長く4800になりますね。あ、じゃあ順調に大きくなってる。そうですね、3900だったもんね最初。ああ、じゃあ1回ちょっと減っちゃって3750とかになって、そこからちょっと、まあ、多少上下する日もあるけど、はい、4800まで来てます。あ、そう、それと昨日1週間経ったんですけど、ちょっと血液とかさせてもらったんですけど、はい、ここはデータですけどね、はい、肝臓これはね高い、ちょっと高いんですよ ね、 そうですね、時々高いんだけど、うん、脱水、これは肝臓じゃなくて脱水です、はい、めっちゃ肝臓が悪いと低くなっちゃう、反対に、うん、タンパク質作る力が、まあ、タンパク質作るのが肝臓が悪いで、アルブミンが 2.9、まあ、正常です。AG 比も正常、まあ、ここからは正常で、ビリルビン、GOT、GPT、ALP、ガンマ GPT と正常範囲に収まってますね。それから、これは膵臓、膵炎があると上がりますけど、まあ、正常範囲です。腎臓、尿素窒素とクレアチン、まあ、正常範囲ですね。これも、これは脂質代謝。コレステロールと中性脂肪、まあ、これも正常範囲です。から電解質、これもちょっと崩れてる時があったけど、ナトリウム、まあ、これ矢印ついてないから正常範囲です。からカルシウムも 9.0、はい、いいとこになります。で、リンが 3.9、うん、ちょっと低いですね。でもこれね、低いのはすごく気にしなくていいです。はい、確保してください。若い子はどっちかというと高くなりやすい。キャリーはちょっと50で変えてました。ありました、どこだ、こっちだよね、はい、まあ若いって言っても6ヶ月未満の子、うん、それからあとは年取って慢性腎臓病になったりするとリンが上がってきます、うん、まあ、低いのはまあないとこもあるけど、うん、まあいいでしょう。から血糖値が92、うん、まあ安定してきてました。この辺は低いもんね、うん、10日アルブミンは過去2週間の血糖値の平均いいところにあります。ここら辺は低かったんですよね。だから肝臓が悪い、肝機能が悪いから。要は肝臓ってブドウ糖を作る力が作る働きがあるんだけど、それがちょっと落ちてたから。でもこの辺は正常になってきましたね、血糖値と10日アルブミン。それから SA は炎症マーカー、最初はちょっとだけ高かって、その次は ここですごい2回目の時かな、すごい高かったんですけど、そこからあとは落ち着いてきてます、うん、それから左矢の抗原抗体、これは最初だけ調べて、まあ、マイナス、エイズ白血病も最初だけ調べてマイナス、 T4 は甲状腺ホルモン、まあ、1.09 だから、まあ、正常範囲だと思います。で白血球が12000、まあいいところに来てます、はい、で赤血球が569、違うか596、だからちょっと上がってきた、上がってきましたね。それからヘモグロビン、ヘマトクリット、これがですね
24度は低いんですね。37欲しい、って考えるとまだちょっと低い。これは赤血球の陽性です。これが低いということはちょっと低いと思います。でまだちょっと貧血してる。でも当初の貧血よりもレベルがだんだん良くなってる、改善傾向にあると思います。でここはちょっと飛ばして血小板、血小板は止血、炎症があると出血するから止血、腸が荒れてて便が良ければ腸もね炎症があって出血してるからすぐ止める働きがあるんですけど、まあ一応正常範囲ですね。本当は緩かったらこれ上がってもいいんだけどね。だからちょっとそういう面からするとちょっと低いのかもしれないと思います。でこれは同じやつで、あとこれね PCV は一緒ですか、このこれと 31.5 とか、ここで同じ血液で病院見たら31だから、まだまだ低いなと。だからちょっとまだ貧血があるから、白血球数が 13,800、こちらが12,000で、これぐらい同じ血液で調べてもさ、調べ方によってこれぐらいの誤差が出るということを見てほしいなと。から II、これはねこちらにはないんですけど、黄疸が出てるかどうか出てません。それからこちらにはないんだけど、白血球の分類13,800、まあ正常範囲ですけど、そのうちどんな白血球の分類されるかって、高中級が8200、60%正常です。これは急性の炎症で増えると。だからリンパ球は体調が悪いと下がる。1900だからまあ一応正常範囲です。多いと白血病とかリンパ腫とか、まあそれは一桁増えますね。が短球は慢性炎症で増える。まだ多いですから、そう慢性炎症が高酸球、これは寄生虫アレルギーで増える。まだ多いですね。ということだから数は正常でも内訳を見ていくと、まだ短球はちょっと多いし、高酸球っていうのはね多い。でこの赤血球は610万、一応正常範囲でした。こっち見ると560、同じでもそれぐらいの差が出るということですね。で若い赤血球、若いと大きくて青く染まるのが100個のうち2個ぐらいは出てます。ってことは再生して貧血を治そうとして、あの子の骨髄が働いているということだ。だから血小板に関してはちょっと多いかなとここでは思いました。ここで PAT が血小板なので、この機械では猫は見れないんで、血液トマスで見るんですけどね、まあ、ちょっと血小板多いかなと思ったけど、この機械で、これは機械で測れるみたいだけど39万か。だからこれで見たら、まあ、増えてるな、感動してるなと思えるんですけど、これだけこれなしでこれだけ見ちゃうと、あ、ちょっと正常ではすごく足りんのなと思うんです、という感じです。すいません、長くなってて本当に申し訳ないんですけど、まあとりあえずでもちょっと久しぶりに、ただこれフレッシュじゃないんですよね。ちょっと固まってると昼間しないからさ、夜中にするやつで朝一番でちょっと撮ってみたやつなんですけど、